耳から学ぶサナートクマラのメッセージ4危機物語。ではアルクトゥレスのテクノロジーに話を戻しましょう。私たちのテクノロジーは多くの層あるいはレベルで高度に発達しています。その一つに寿命に関するものがあります。私たちのような何百万年もの命は地上に生きるあなた方から見れば不可能とは言わないまでも信じがたいことでしょう。すでに述べたようにアルクトゥルス人は5次元から9次元にいます。しかしその文明の大半は5次元に存在しており、光の特性を活用したり素粒子の力や量子の作用を使った対立する力を制御する技術などが開発されています。私たちの5次元の体の寿命は自然の状態ではあなた方の時間で数千年くらいですけれども、私たちは超銀河文明になる前からすでに再生リジェネシスの技術をマスターしていたのです。私たちにとってこれは肉体の再生という意味でなく5次元の体を若返らせるということです。この再生技術のおかげで私たちは身体機能を超低温で仮死状態にしなくても宇宙を探索できるようになりました。両端が丸いカプセルのような再生チェンバーがあって、私たちは人生の中で時折そこに入ります。困難な任務に就いたり生命力を使い果たしたような場合はより頻回に入ります。こうした再生技術によって私も何百万年何千万年という時を生きていられるのです。もしわずか数千年という寿命に制限されていたなら、これほど様々な意識の次元を探求する能力を発達させることは到底不可能だったでしょう。そして私は高次元の体をいろいろと探求するうちに9次元のエネルギー状態が自分に一番合っていると思うようになりました。ここ9次元ではまだ体の形やアルクトゥルス人としての自分も残っていながら、より高次元である光の領域にもたやすく入っていけるからです。9次元の現実に存在を落ち着けると私は発光するようになり、そのために次元上昇したマスター、アセンデッドマスターと呼ばれたりもします。ここがとても面白い知覚のパラドックスが生じてくるところです。私は白い長絹をまとっているわけではありません。中域司令官である私はいつも制服を着ています。しかし私のエネルギー場は白く光り輝いています。それは単に物理作用によるものです。9次元より低いエネルギーの状態にある、例えば5次元に存在しているアルクトゥルス人からは私の周囲に柔らかな光の放射が見えます。そして3次元の存在なら私の姿に圧倒されてしまうこともあります。私は自分の存在を5次元から9次元まで変えられるため、たまたま私の姿を見て誤解した人もいます。私にカリスマ性が備わっていることは事実です。また私の光の体が眩しいこともその通りで、特に次元の低い現実ではその光が強烈に感じられます。私が次元をいともたやすく行き来できるのも事実ですけれども、これらの性質は皆アルクトゥルスのテクノロジーに私の探求が加わった結果なのです。再生技術がなければそんな能力を発達させる時間もありませんでした。さらに私と出会った人が私をどう体験するかはその人自身の進化にもよります。量子力学や光のテクノロジーを知らない人には私はあたかも神のように見えるでしょう。私がある次元に現れまた消えたように見えるかもしれません。しかしそれは私の周波数が変化しているだけなのです。周波数の変化はアルクトゥルスの装置と私の意図の相互作用によって起こります。その装置がなければ私もこれほど次元を自在に転移することはできません。私はその装置を常に携帯しています。宇宙船にはさらに大型の装置があり、必要に応じてまたは指示に従って宇宙船の分子構造の周波数を上下させることができます。個人用の小型装置も同じようなメカニズムです。残念ながら
次元上昇したマスターに関する誤解が広く蔓延しています。私についても誤解があります。それはなぜかというと、波動が低いために知覚と認識力が制限されている状態で私に遭遇すれば、よほど知性が高いか、経験豊かな人でない限り、妄想のような思い違いをしてしまうからなのです。私のカリスマ的なエネルギーから、また、高次元の体を構成する光の強烈さから、そして、超自然的な力を備えているように見えることから、私に出会った人は、意識にとって一番油断ならない最大の罠に陥りがちです。何らかの存在を崇拝するという罠に。私が博愛的なのは、アルクトゥルス人の気質ゆえです。私が守護者であるのは、それが自分の性質であり、使命だからです。確かに、私は、生命と知性と自由の発展を守っていますが、だからといって、全知全能ではありません。私には、限界もあれば弱点もあります。これは、私だけでなく、すべてのアルクトゥルス人や銀河の存在に言えることですが、自分の限界というのは、ある部分、その文明におけるテクノロジーの進化レベルと、存在する潜在力を、どこまで認識しているかによって枠付けられます。つまり、その存在の性質とテクノロジーが相互に作用し合って、博愛的な展開になることもあれば、邪悪な意図を生むこともあるのです。あなた方が、地球外知性体と呼ぶような存在の中には、高度に進化したテクノロジーを持ちながら、その性質が極めて怪しい者たちもいます。彼らは驚くほど傲慢であると同時に強力なテクノロジーを駆使できるのです。こういった組み合わせは私たちから見ると甚だ不健全です。あなた方の宗教に見られる復讐心に燃えた神はこの部類に入ります。慈悲深い神々を称える宗教の方が私たちにはより好感が持てます。しかし、私が言いたいのは、彼らは、もはや、神ではないということです。私が神でないのと同じで、未発達な人々の限られた知力によって認識され、神にされてしまっただけなのです。自らが低い次元にいながら、高次元世界の性質を正確に知覚することは、不可能ではないにしても容易ではありません。低い次元で経験できる高次元存在との出会いといえば、エネルギー的な衝撃がもたらす余波効果と、その次元特有の制限がかかった知覚体験だけなのですから。ここで、ある、博愛精神に満ちた存在の名に触れておきましょう。あなた方が、ナザレのイエスとして知る存在です。私は、アルクトゥルス人である彼をよく知っています。私の知るアルクトゥルス人の中でも、彼は、最も慈愛と善意に溢れています。そして、アルクトゥルスのテクノロジーを、誰も成し得なかったようなやり方で用いました。おそらく、それについては、彼自身から話があるでしょう。このような言葉を読んで、信仰の危機に直面する人もいるかもしれません。あるいは、認知的不協和、矛盾し合う認知を同時に抱えた心理状態を体験する人のために言っておきますと、彼が、アルクトゥルスのテクノロジーを使ったことは、彼の偉業を打ち消すことにはなりません。むしろ、彼は、その性質と意図のために高められました。そのことは、地球の兄弟姉妹である皆さんも同じです。あなた方の性質と意図が、あなた方の初歩的テクノロジーと相互作用しながら結果を作り出しているのです。人類の歴史を遡って説明してみましょう。車輪が発明される以前、世界は、随分今とは違い、物を移動させるのは大変な難事でした。けれども、人の性質や意図は皆まちまちでした。これは今でもそうで、いつの時代も変わりません。善意や思いやりを持ち、自分だけでなく、仲間を気遣って大事にする人たちもいれば、自己陶酔的で、自分のことしか、眼中にない人たちもいます。そして、車輪の技術は、そのどちらの人々にも影響を及ぼしたのです。人類の進化は、時とともに速度を上げていき、やがて産業革命と呼ぶものが起こりました。その後、ますます加速し、今や情報化時代に突入しています。それでも、この原理は変わりません。いつの世も、その時代のテクノロジーを、博愛的な目的に使う人たちがいて、
自分たちと同じように他の人々のことを気にかけます。それと同時に、利己的な人たちもいて、あなた方の最先端テクノロジーを自分の利益のためだけに使い、他の人々、他の生命、地球そのものがどうなろうと気にしません。私は今、矛盾したことを言いましたね。先ほどは、あなた方の初歩的テクノロジーと言い、今度は、あなた方の最先端テクノロジーと表現しました。これは、あなた方にとって、今の科学技術は加速し続ける魅惑的な巨人であると同時に、私たちの基準からは初歩的なレベルだということです。とはいえ、人類の集合的ステージは急速に進化し、惑星探査や、ついには、銀河探査へも乗り出しつつあります。しかし、人類の文明の螺旋にも、前述の基本原理は当てはまります。あなた方は、宇宙の博愛的な力、あるいは、邪悪な力のどちらになっていくのでしょうか。